っていう世の中なんだよ。でさ、ちょっとみんなに聞きたいっていうか教えてほしいんだけど、みんな出身どこですか？エリーどこ？私大分県です。あ、大分県で、で大分の高校から今佐賀に来てますみたいな。あ、そんな感じだ。あ、で私も福岡県。あ、福岡県のどの辺ですか？北九州。あ、北九州からはるばると。そうですね。あ、で、きゅうちゃん、僕は大阪の高校から大学進学を機に佐賀に来ました。あ、なるほど。で、これからこう将来的なことを考えた時にさ、こう どういう暮らしをしていくことになるんだろうね。なんか想像してる？安定な仕事に就きたいなと思って。でもあまりちょっと都会とか得意な方じゃないので、まあ、たまに遊びに行ける佐賀とかちょうどいいなと思って、ね、今は佐賀県にいるけど、やっぱり正直な気持ちを言うと、やっぱ福岡に戻って6年経ったしになるので、うんうん、福岡の方でしたいなっていうのが正直な気持ちではある。あ、ね、僕はまだその例えば、伴侶ができて、で子供ができてみたいな話が全然ないので、その確かに僕は今まで僕自身がどうしたいかだけを考えてライフプランを考えてたんですけど、今後は僕だけじゃなくて誰かと一緒に暮らしていくライフプランっていうのを考えていくと、そういう意味では佐賀県って確かにすごい過ごしやすくて、なおかつ育てやすいところなのかなっていうのは思いましたね。自分も佐賀県生まれ佐賀県育ちで、まあ、あの魅力のあるいい地域にしていこうということでいろいろやってきてたんだよね。で一方で今地方創生とかって言ってるじゃないですか。東京圏から人を出しましょうっていうことを一生懸命やってて、で一方でね、とにかく人口を増やしましょうっていうこともそれぞれやってるんですよ。で人口が増えるのに成功したところの例っていうのをよく見てると、例えば都会から引っ張ってきましたっていう事例は、まあ、まだなるほどねって思ったり、するんだけど、一方でさ、隣の町から引っ張ってきましたみたいな成功例もあるんだよね。ね、松戸と流山とかね、まあ、両方とも千葉県なんだけど、要するにあそこよりもうちの方が医療費が安いぞとか給食費がタダだみたいなことで、そういうふうな自治体ごとにやるとそれで結構人動いたりするんですよ。でもそれって本当は違うんじゃないのって思ったりもしてるんですね。だからそこで人を人口増をやるんじゃなくて、やっぱりその国の形っていうか国の構造的に自分が選びたい人生とか、それとか自分は生まれ育ったところで暮らしたいんだっていう、そう気持ちを持つ人がある程度増えて、しかもそれ無理してやるんじゃなくて、その自然の選択としてそういったところで暮らすような人が増えていくようになればいいよなと思うのね。それでさ、いやもううちのところなんかもう何にもないよみたいなこと言う人いるじゃん。ところがさ、なんか人から言われたら嫌じゃん。ああ、ね、あります。なんか自分が言う分には言うんだけどあんたに言われたくないよ。だからそこはそれってやっぱり自分たちが持ってる潜在的にそのふるさとが大事とか、それって自分が大事っていうことと一緒だと思うんだよね。だからそういう持ってる気持ちがきちんと発揮できるように社会のシステムどう作っていくのかっていうことは僕らの仕事としてやらなくちゃいけないなって思ってて、まあ、僕はそれをずっとライフワークとしてやってきてるっていうつもりなんですけどね。